中島徳則は、岐阜県下路市出身の男性実業家、グローバルモビリティサービス代表取締役社長、東京理科大学大学院、総合科学技術経営研究科修了。これまでに、ベンチャー企業を3社起業した、シリアルアントレプレナー。電気自動車ベンチャー企業を創業、経営し、地球環境問題を解決するべく、 電気自動車の普及に向け国内外で活動する中で、車を購入したくとも、ローンの審査に通過せず購入できない人々が、新興国を中心に、数多く存在する現実を目の当たりにし、真面目に働く意欲ある人々に、車の利用機会を創出すべく、モビリティ IoT、フィンテックベンチャー企業である、グローバルモビリティ、サービス株式会社を2013年に設立。 誰もがモビリティより活用できる社会の創造を目指し、従来にはない新たなファイナンスを実現するための画期的な IoT、フィンテックサービスの開発、提供を行い、真面目に働く人が正しく評価される仕組みを構築すべく国内外で事業開発に取り組んでいる。東京大学大学院工学系研究科、非常勤講師、岐阜大学大学院工学研究科客員教授、 等を歴任。また、中島は、若者の育成に熱心で、休日には、大学生を集め勉強会を開催している。大学生に体験教育の場を与えるため、インターンシップ制度にも早くから取り組み、大学を休学して、中島の下に起業家精神を学びに来る学生は、後を絶たない。また、仕事の合間を縫って、大学院や、大学や高校、 業界団体や経営者勉強会といった場所で、企業家論や技術経営論等について講演活動を行い、次世代の経営者、技術者育成にも力を注いでいる。報道関係企業業界団体経済、団体観光庁、自治体商工会、商工会議所大学、教育機関学会、研究機関、ありがとうございます。